親分、カラクリは分かりましたか？八五郎はきな臭い鼻をしてみせます。いや、少しも見当はつかねえ。最初から二本のとっくりに毒が入っているから、東屋栄左衛門は大井久我之助と一緒に死ぬ気でやったことになるが、そんなバカなことがあるはずはねえ。やはり最初は二本のうち一本には毒が入っていなかったんだ。それをどこですり替えたか、誰が毒を入れたか。平次もそれ以上のことはわからない様子です。どこ行くんです親分？五丁目の京西先生のところだ。三本目のとっくりの酒に毒があるかねえか見てもらいて。なるほどね。二人は京西の門に立った時、京西先生は病家へカゴで出かけるというところでした。先生、三本目のとっくりが見つかりましたよ。これに毒があるかねえか、お手数でも調べていただきたいんですが。平次がカゴを止めて袖の中から白いまりを出し、京西先生の鼻の先へ出すと、京西はカゴに乗ったまま、どれどれ、匂いはないな、味は、と手のひらに酒を垂らしてペロペロと舐めるのです。先生、毒が入っていちゃ危ねえじゃありませんか。平次の方が驚きました。なーに、大丈夫、私は不死身だよ。これぐらいのことで命に関わる毒というものはないはずだ、などと舌鼓をぶってみせるのです。わしのような無法者も、そいつは気味悪くて舐めかねましたよ。それは八五郎でした。いや、舐めなくてよかったよ。この酒にはやはり南蛮者の毒が入っている。嘘だと思うなら少しやってみるがよい。舌を絞るような悪く苦いところがある。京西先生は言うだけのことを言うと、カゴを急がせて行ってしまいました。早分、驚きましたね。驚くことはねえよ。三本とも毒の入っている方が筋道がはっきりしているんだ。今日はこのまま帰って考えてみろとしよう。平次はそのまま事件に背を見せるのでした。第四章、毒酒事件がそのまま迷宮入りになって、銭形平次の栄一も一向拉致が明かぬまま幾日か過ぎました。この辺りで八五郎が大変を持ち込んでくる段取りですが、今度は思いもよらぬ方面からその大変が舞い込んできたのです。東屋の手代佐太郎はあの日から行方不明で、主人栄左衛門の弔いが済んでからも帰ってこず、平次は精一杯手を伸ばしていたにもかかわらず、そのまま江戸のるつぼの中に溶け込んでしまったかと思われてから、4日目、橋場の私の近くに佐太郎らしい水死人が上がったという知らせを、東屋のおかみ、お染の弟、あの美少年の米吉が教えに来てくれたのです。平次と八五郎が橋場へ行ってみると、ちょうど検死も済んだばかり。東屋から番頭の加七と小僧の春松がやってきて、死骸を引き取っていこうという間際でした。銭形の親分さん、大変なことになりました。重なる不祥事に番頭の加七は泣き出しそうにしております。どれどれ、むしろを取ってみると、紛れもなくそれは東屋の手代の佐太郎で、その精力的な体やちょいっといい男に変わりはなく、濡れネズミになって着崩れていても、渋い好みの合わせなどは水死人にはもったいないようです。ほよ、ひどいギスだが。死骸の後頭部のひどい傷は石か何かで殴ったものでしょう。ザクロのように割れて水にふやけておりますが、これをやられてから水に放り込まれたらしく、体に水死人らしい特徴は一つもありません。三夜堀から流れてきたんかね。八五郎でした。ゆんべの揚げ潮で下の方から流されてきたものかもしれねえ。それはいずれにしても、昨夜のうちに水に投げ込まれたことは間違いもありません。懐中門は百も持っちゃいませんよ。抜かれたんですね。万人は忌々しそうです。ところで番頭さん、カシチは慌てて振り返りました。ひどくしなびた中老人ですが、東屋の先代から勤めている白ネズミで、
着実そうなことはこの上なしです。ゆんべ東屋から出たものはねえのかな。平次の問いは当然でした。一人も出たものはございません。ご心臓様は早くからお休みになりましたし、柳津さんは2階へ、私と春松は戸締まりを見回ってその下へ休みました。お供は出るわけもございません。小僧の春松はそれを肯定するように黙って聞いております。不在証明アリバイは東屋の屋根の下に住んでいる者に限り極めて完全です。ところでもう一つ、それからご心臓の様子はどうだ。平次は突っ込んだことを尋ねました。見上げた方でございます。朝晩念仏三昧で慎み慎んでおります。一足も外へ出ることではございません。そう申してはなんですが、あれが君形成の果てとはどうしても思われません。大したお心がけでございます。加七の言葉は老実そのもので、何の誇張があろうとも思われません。やがて釣り台に乗せた佐太郎の死骸は動き出しました。後ろへしょんぼりと従う加七と春松、少し離れて平次と八五郎も途中までは一緒に行かなければなりません。変な殺しですね。あの独死の果たし合いの続きでしょうか。あっしはあれはあれ、これはこれという気がするんですが、佐太郎はふらふらと遊びに出て吉原で居続けた挙句、一文なしになって消えるところを辻強盗かなんかにやられたんじゃありませんか。八五郎は一応の順序を立てますが、主人が変死した明くる日は葬式も出していねえのに、奉公人の佐太郎が吉原へ遊びに来たというのか。平次にそう言われると一言もありません。第五章、湯島の天神下にかかると、あの晩仲裁に入った国府八八郎様のお屋敷はこの辺りじゃねえか。すぐそこですよ。ちょいっと寄ってみよう。平次はいいところに気がつきました。国府八八郎は小六ながら聞こえた御家人で、四十年配の分別盛りを道楽とシャレッケで暮らしている武家でした。平次親分か、よく来てくれた。まあまあくつろいでゆっくり話していってくれ、などと友達付き合いで助裁もありません。実はあの晩東屋の読書の果たし合いの時の様子を詳しく伺いてんですが。平次は早速要件に入りました。いいとも、どんなことを話せばいいのだ。とっくりは確かに2本出たんでしょうね、3本じゃなく。その通りだ。その前の酒は勘の良いのであったが、果たし合いの酒は白いまりのとっくりに入れた冷や酒が2本。東屋が訳を話して果たし合いを申し出ると、大雄寺はさすがに驚いたらしく、しばらくはにらみ据えて口も聞かなかったが、隣の部屋でお上のお染殿が自害しようとする気配を聞くと、大井久我之助殿さっと顔色を変えて2本のとっくりのうち東屋の方に寄った遠いのを取り上げた。その時席に3人のほかに人はいなかったんで。いなかったが、一人の若い芸妓があたふたと入ってきて、東屋にご神祖様がとささやいた。東屋は面倒くさそうに払いのけて、邪魔だ、向こうへ行っていろと叱った。そら初耳でした。つまらないことだから言わなかったのだ。国府八八郎こともなげに言うのです。その時芸妓はとっくりを変えた様子はありませんか。気がつかなかった。何分ただごとならぬ2人の意気込みで私も気が張っていたが、二人の芸妓がお上の自害を止めて、そのうちの一人がそれを教えに来たことに間違いはなく、とっくりを変える隙などはなかったはずだと思う。そうでしょうか。平次は何やら腑に落ちぬらしく考え込むのです。ところで平次親分はこれをどう思う。東屋は大井久我之助殿を殺して、最初から自分も死ぬ気であった細工ではないのか。とんでもねえ。千両箱を杉鳴に積んであれだけの太夫を身請けした東屋の主人が1年も経たねえうちに死ぬ気になるでしょうか。なるほどな。
諸行無常を感ずるのは貧乏人か振られ男に限るというわけか。国府弥八郎は自分の稽古に堪能してカラカラと笑うのです。